はい。なんかね、ちょっと思うことがあって、あの、ブレイキングダウンってなんか最近若い選手たちがいろいろ揉めてるってことで、まあ、あのー、おそらく今日かなんかでメインチャンネルも、でも、 あの話すると思うんだけど、これまだ調べていくと結構面白くて、面白いって言っちゃうかんな。あの、ブレイキングダウンって1分間で、もともとなんか喧嘩自慢の人たちが、朝倉未来兄弟の主催でやってるようなやつで、それが結構ね、あのー、 盛り上がっててって、全国からそういう子たちがねっていう風になってるんだけど、ここに来て、やっぱり、ルール違反だったり、マナー違反だったりとか、あの、場外乱闘みたいなことがあって、じゃあ僕何が何々言いたかったかと言ったら、それ調べてったら、このブレイキングダウンの試合が、海外かなんかでかけれるっていう、うん、かけれるんだよっていうことが、多分合法的だと思うんですよ。そういう風になってるんです。合法的に。で、これ見てて、じゃあ、 そうなんかけれるじゃんみたいな。<laughs> そうなんだ。じゃ、これって選手が分かってるんなら、八百チとかできちゃうんだよ。ごめんなさいブレイキングダウンヤオチョって言ってるわけじゃないよ。そう、俺らはそういうこと考えちゃうわけ、やっぱり。 うん。そういうことができたらどうすんのみたいな思ってて、ね、どういう、じゃあ、まあ、そこ、勘違いしたね。ブレイキングダウンはや,やおちょって言ってるわけじゃないの賭けの対象になるなら、出来レースができちゃうんじゃないのってふっと思ったときに、じゃあ、まずそっちの話しなきゃいけないなって。あの、我々は、要するに、もっとヤクザってあの、私、賭け事一切しないんだけど、何でやらないかって言ったら、ど銅ね。貼り方と銅。絶対銅が勝つんですよ。うん。 どんなものでも。昔から言ったら、私の大先輩たちから言ったら、花札の博打なんて全部イカ様ができるし、うん。あの、そういうような麻雀も全部イカ様ができちゃうしっていうことを言って、まあ今、全自動になったりどうこうっていう風になったらちょっと無理だと思うんだけど、手摘みのやつだったらできたっていうような話をして、いや、もうこんなことやるもんじゃないな、みたいな話なんだけど、あの、野球賭博っていうのがあるんですよ。 野球賭博これがなかなかすごくって、もう今はないかもしれませんけど、ハンディーハンディを切る。どこそこから出て、普通はさ、あの、巨人と阪神って言ったら、じゃあ巨人が勝つ方っていう風だけど、ハンディーが出るわけですよ。今日、もう、阪神の方に1点とかいう風だから、そう、もう2点とかうまく出るわけですよ。1.5とか。 うん。なんか、その、もう説明はね、なんかすごいややこしいんで、その爆竹のことじゃなくて、そういうようなことやってる時に、じゃあ、勝つか負けるか、どういうふうに見るかっていうと、本当にそれを調べる人たちがいるんですよ。ずっとキャンプ。今もうオープン戦があるじゃないですか。だから、もっと言ったら、高校時代の、あの、高校生から見てて、プロに行ったらこう。で、その子の家庭環境、 飲みに行く場所付き合い女まで全部把握しといてプロになるじゃないですか。まあ、当時は大学とか行かなかったんで、昔の話だよ。で、それ見てて、どこに行ってる何って言って、じゃあ、今日の先発が誰になったって言うと、あ、昨日どこに飲みに行ってたあ、深酒したとか、今女とうまくいってないってって勝ち負けとかっていうのが、すごい、 分かってって、そういったところから近くに寄ってって、いろいろ情報を聞いたりっていう、そのね、プロのね、そういう情報みたいな、スカウトマンみたいな人たちがいるわけですよ。あの、 なんていうのそれって博心で使うわけじゃないですよ。そういう戦力を。で、その人たちと繋がって、その我々みたいな人たちがお金を渡してるのかもらってんのか、逆にいい思いさせて接待してるのか知らないけど、じゃあこうだよっていう話があって、あの、そうなんですよ。そうすると、 なんかこんな汗かいて飲みすぎだとか。まあ、具体的にピッチャー行っちゃいけないけど、この人がこうなると。これぐらいで急に、あの、フォアボールを出すとか。ね。言うと本当に当たってんだよね、それが。ね結局そういう問題も起こってって、えー、何あの、サインを盗むとか盗まないとか。 ね。いろんなことがあって、もうあの、これどっちが本当なんだっていう風だけど、で、野球賭博って、本当にね、死人が出るぐらい、ぐらい大金が昔動いたんですよ。本当に。ね。いやー、だからね、今はどうなんだろう。野球も賭けの対象になってんのかなねえ。だから、だってさ、ピッチャーで食えよ絶対っていうところが、ピッチャーがさ、手加減しちゃったら、ねえ。 なるよねだって。打とうと思って打てるわけじゃないけど、打たせようっていうか、要はさ、フォアボールは出そうとか、嫉妬とか、当てるとかっていうことはできちゃうわけじゃないピッチャーは。やろうと思ったらね。ね。怖いね。うん。まあ、そんなことはないと思いますけど。だけど、未だに、なんていうの競定とか、競輪とか、なんか、八百町、ね、協定なんか、話聞きますよねなんか。うん。聞きますよね 俺、競輪なんてさ、俺最初ついてみたときびっくりしたのは、なんていうのあの、用意ドーンってバーンって行くんだと思ったら、ノロ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 って出るんだね、あれ。えっと思って。自分たちだって子供のときは自転車の競争ってやっぱそうじゃん。途中からなんかさ、ノロノロノロって言って、後から駆け引きで。だから、それって本当に、 ほう、私も競輪の選手とか聞いたことがないんですけど、あの、なんでかって競輪の選手って,って触っちゃいけないなと思ったのは、昔ですよ、本当にね、20代ぐらいの時に、自分が住んでるところに、その競輪選手が乗るような自転車があったんですよね。私は、ね、顔とか普通におとなしいから別に仲良くなって、その家族ぐるみみたいになった時に、こっちが <laughs>、あの、ヤクザって分かった瞬間に引っ越して行ってましたけどね。当時から。 まずいってことで。ねえ。あの人どうしてるかなうん。ねえ。もういい年だよな。俺が二十歳ぐらいなんで、あ、そうでもなんか三十、そんでも十個ぐらい上なんだよ。あまだ現役でできるのそんなんであ、長く、ねえ。うん。そういうことはすごいやっぱり気をつけてましたね。うん。うん。ねえ。競馬とかできるのかな うん、ねブレイキングダウンから八百チの話になっちゃって。ねなんかヤオチ疑惑とかありますよねなんか、ね、うん予告先発とかあったもんねなんかね、うん。こんなこと思い出しましたけど。ねブレイキングダウンかけれるんだ。へ、ね、え。ねどういう風なかけ方かよくわかりませんけど、ちょっと詳しい方どう、ねえ教えてください。なんか、その、試合、 格闘技で書ける。でも、大概なんとなく分かりそうじゃない。分からんか難しいか帰って。帰って難しいかねどんな仕組みなのかなって、もし分かってる方は教えてください。以上です。はい。皆さん、応援ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ありがとうございます。引き続き、ご指導ご鞭達のほど、よろしくお願いいたします。以上です。